今回の動画は、源義経の息子であると語り継がれている中村友貞の生涯について解説します。義経の子供は生き残っていたの?と疑問に思っている方も多いでしょう。義経には、静香御前、里御前との間にそれぞれ子供を設けていましたが、静香御前との子は生まれた直後に源頼朝に殺され、里御前との子は藤原泰衡に攻められた時に命を落としているというのが我々の知っている通説ですよね。しかし、鎌倉時代に編纂された吾妻鏡には義経が奥州に入った際、男女二人の子を連れていたという記述が残っているんです。また、衣川で死んだ記録があるのは女子の方だけで、男子は行方不明になったとも記述されています。この記述が元で源義経の子供は生きていたという伝説が生まれたわけですが、生存説の根拠としては心もとない印象ですよね。ですが、歴史を紐解いていけば、義経の子生存説も説得力を帯び、伝承をたどっていくと一人の鎌倉時代の武将、中村友貞へとたどり着くのです。というわけで、義経の遺志と語り継がれている中村友貞について早速解説していきましょう。源義経は正室の里御前との間に女子を一人、側室の静香御前との間に男子を一人授かりました。子供たちは壇の浦の戦いの後、義経が追われる身となってから生まれたものとされており、父親同様に時代に翻弄され、悲しい最後を遂げることになります。静香御前との子供は、生まれて間もなく、源頼朝の指示で殺されてしまうことに。むごいことをしますよね。でも、この時代は禍根を断つために、幼い子供を殺すのは珍しいケースではありません。この時、義経と頼朝は兄弟でありながら仲違いし、いわば敵同士。頼朝からすれば、義経の後継ぎである男子を生かしておくわけにはいきません。一方、里御前との間に生まれた女子は、両親と共に奥州へと逃げ延び、奥州で成長します。しかし、義経が奥州入りを果たした1年半後、奥州藤原氏の当主、藤原泰衡は頼朝の圧力に屈し、義経たちが住む衣川の館を襲撃します。死を覚悟した義経は、里御前と当時4歳の娘を自ら手にかけ、自害しました。義経31歳の出来事でした。ですが、冒頭お話しした通り、義経と里御前との間には男子がいたと吾妻鏡には記録されています。男子は千歳丸、常若と名が伝わっており、おそらく義経が自身の血筋を残すために、事前に落ち延びさせたものだと考えられます。歴史書の中には、義経が残した男子は3歳の若さで衣川で亡くなっていると記述しているものもあるのは事実です。歴史書によって記述されている内容が異なっているため、千歳丸の存在そのものが疑われていますが、藤原の秀衡を巻き込む形で千歳丸生存伝説の可能性は高まっていきます。義経を庇護していた秀衡は、千歳丸を義経の家臣であった日立坊海村に命じて平泉から義経の縁者であった日立に誘導年祭に託させたと伝わっています。おそらく聡明な秀衡は、息子の泰衡が頼朝の圧力に屈するかもしれないと予想し、義経の血筋を守るために手を打っていたのでしょう。秘密裏に千歳丸を平泉から連れ出した日立坊海村は、今の滋賀県にある陰陽師の僧で、義経が信頼する家臣の一人でした。義経の家臣であれば、本来、主君と同じく衣川で凍死しているはずですが、日立坊海村はちょうど外出中で生き延びています。日立坊海村は義経から男子を託されていて、生き延びるように命じられていたと考えると辻褄が合いますね。また、青森県の陰陽師には、千歳丸の地の常若丸は源義経の子であり、千歳丸を日立坊海村に託したという伝承も残っています。千歳丸が生存していた伝承がこうして残っていることを考えると単なる都市伝説ではないのかもしれません。生き残った千歳丸は義経の縁者である日立に誘導年祭に託されます。調べてみると日立に誘導年祭に千歳丸が託された伝承も陰陽師に残っていました。さて、日立入道年祭改め伊達友宗の養子となった千歳丸は成長を遂げ、中村友貞として生きていくことになるのです。
義経の遺児とされる友貞の前半生については謎に包まれており、幼少期に日立に誘導年祭の養子になったとしか伝わっていません。養父となる日立に誘導年祭は後に伊達智則と名を改めており、独眼竜伊達政宗の祖先である伊達智則と同一人物であると伝わっています。伊達智則は奥州合戦の石名坂の戦いで功績を挙げ、源頼朝は伊達軍を与えることで報い、年祭は中村の姓を改め、以後伊達を称することとなりました。伊達と物理には嫡男がおり、嫡男が伊達氏を引き継いでいくことになります。しかし養子として迎え入れられた友貞はないがしろにされたわけではなく、十分に愛情を注がれて本当の子供のように育てられています。その証拠に伊達と物理は友貞に娘を妻として与えています。友貞は義経の血を色濃く受け継ぎ、武芸に秀でていました。そのあたりもまた養父の伊達と物理が目をかけていた理由でしょう。やがて伊達と百宗が亡くなると、遺言に従って下野国の中村城へ入り、本姓の中村の姓を相続することに。当時中村城は友宗の三男中村祐経の統治下にありましたが、祐経本人が鎌倉で養殖についていたため、統治者のいない中村の地は荒廃していました。友貞は中村の地を立て直すため治水に励み、領内への用水路開拓を自らの治世に尽くしました。また友貞は民から愛される領主だったと伝わっており、友貞が亡くなった後に中村城近くに友貞を土神として祀った中村大明神が建立されています。友貞の実父である義経は戦の天才でしたが、天才であるがゆえに人の感情の機微を読み取る力は欠如していました。その欠点により兄、より友との溝が深まり滅亡へとつながっていくわけです。しかし、記録を見る限り息子である友貞は義経の血を濃く受け継ぎながらも、他者を思いやることができる人格者であったと予想できます。おそらく養父伊達と百宗の教育の賜物でしょう。きっと友宗は養子の友貞が父親と同じ鉄を踏まないために政治というものを教え込んだのだと私は推測しています。さて、中村の人々から愛されていた友貞ですが、鎌倉幕府三代目将軍、源実朝の時代に突如として鎌倉に召喚されることに。罪を犯したわけではありません。おそらくどこかで友貞が義経の遺児かもしれないという噂が流れ始めていたのでしょう。もし噂が本当だった場合、野心を持った者が友貞を担ぎ上げ、敵対勢力となりうる可能性があるからです。という幕府の警戒心もあり、友貞は幕府の監視下に置かれることとなりました。鎌倉に入ってしばらく、この頃、吉宗と名乗っていましたが、幕府の圧力もあり改名を余儀なくされます。そして、友貞は養父の伊達と百宗から一時もらい受け、友貞と名乗ることとなったのです。幕府は謀反人である源義経につながる義の字を使用するのを禁じたのでしょう。その後、友貞は鎌倉での軟禁生活を強いられ、歴史の表舞台から消えていきます。しかし、中村友貞を幕府が相当に危険視していた以上、友貞が義経の子であるという伝説はかなり真実味を帯びた話となります。中村友貞の血は途絶えることなく脈々と受け継がれ、子孫には戦国時代に宇都宮市の御師に入るほどの刀匠、中村玄格がいます。教科書などでは絶対に教わりませんが、鎌倉幕府の動きを鑑みても高い確率で源義経の子孫は存在していたと考えられるでしょう。というわけで、今回は源義経の隠された子中村友貞の生涯について解説しました。この動画が少しでも皆さんのお役に立てたのならグッドボタンを、チャンネル登録をお願いします。